はい、今日はボンドボディより992の続きをお伝えします。間もなく完成のようです。ちょっともうほぼほぼ出来上がってるみたいなんで、ちょっと出来上がり間近のこの992どんな風になってるのか紹介させていただきます。めちゃくちゃかっこいいですね。992エアロがほぼ全部付け終わりました。あとこの辺の L 字のパーツが、最後取り付けて完成みたいです。はい、で今回塗り分けはここから下の部分ですね、テクアウトのパーツになるんですけれども、上の部分をボディ同色、下の部分をグロスブラックに、塗り分けてます。でテクアウトのコンセプト通り、この部分ですねが浮いて見えるようになってるデザインです。でなおかつちょっと僕、テックアウトのデモカーと違うイメージで塗り分けてるんで、今気づいたんですけど、ここが結構抜けてて、結構この抜けてる感が実写で見ると結構感じるんですね。なんでこの真ん中だけじゃなくて、こっち側も結構浮いてというか抜けて見える、そんなイメージになってます。であとは合わせて全部グリルも塗ってるんで、かなり質感が高まってるんじゃないかなと思います。あとこちらもテックアウトのパーツになります。ここは単純に貼り付けてあるだけなんですけれども、グロスブラックで塗り分けて、かなりフロントのイメージが変わってるんじゃないかなと思います。で続いてサイドですね。あ、その前にブレーキをちょっと、ブレーキはこんな感じでホイールがはまると、まあ、多少隠れつつもテックアウトのロゴがしっかり見えるようになってます。あとサイドスカートですね。サイドスカートは今回、これ2ピースの部品になるんですけれども、上も下もグロスブラックに塗り分けてあります。であとは、後ろと前のこのリップの下のところですね、このパーツもつくんで、まあ、サイド、フロントサイド、リアのつながりもかなり感じられるデザインになってますね。でこれでちょっと、現場の、ボンドボディのスタッフからもちょっと意見が出たんですけど、まあ、これ塗り分けてもいいんじゃないかなっていう、はい、例えばこの上側のパーツを、まあ、今回同色同じ色で塗ったんですけれども、これは例えば上側をボディ同色にすると、よりこのサイドのつながり感を強調してつけることなんていうのもできそうです。なんでまあサイドスカートをちょっとこう主張してというか、インパクトあるようにつけるんであれば、まあ同じ色で塗って、まあ、あとは別々に塗るんであれば、まあ、この辺が主張されたりだとか、リアのつながりがもっと意識した塗り分けなんていうのもいいかもしれません。であとはリアのキャリパーも同様に、テックアウトのロゴ入りでペイントされてます。あとは一番の、今回僕的には一番のメインじゃないかなと思ってるリアがこんな感じで仕上がってます。はい、上から見ていきましょうかね。一応上は、このリアのガラスのところに、ちっちゃいスポイラーがついてます。でこの凹凸ですねが、そのままこのダクトにつながるようなイメージのデザインになってますね。でリアのウイングは、これも前と同じく浮いて見えるデザインを意識しているそうです。で純正のハイマウントはカバーで、見えなくして、まあ、このラインが抜けて見えるように。でなくなったハイマウントに関してはこの部分もテックアウトのパーツなんですけど、ここにハイマウントが埋め込まれてます。で中央は、同じくグロスブラックで、ペイントされてますね。で本当にパーツ点数結構多いんで、まあ、いろんな塗り分けがもう本当にオーナーさんの好みでできるんじゃないかなと思います。であと下に行って、下このスポイラーが、あとディフューザーか、はい、この部分とあと下のこのディフューザーですねがテックアウトのパーツになってます。で今回、それに合わせてこちらの樹脂部分も、全部質感を高めるためにグロスブラックでペイントされています。でここのパーツなんですけども、よく見るとここがしっかりこう抜けてるんですね。なんでただ貼り付けただけの、パーツじゃなくて、その辺のエアーのこの通り道というか、エアーの抜けるラインもちゃんと考えて作られてるエアーになります。でこれもちょっとまた現場で意見が少し出たんですけど、例えば今回このテール、グロスブラックで塗ったんですけども、例えばこれシルバーのまんまでもやっぱり、結構完成見たら
結構面白かったんじゃないかなとか、であとは例えばここのラインですねに同じくこのエンブレムのシルバーなんかを入れても結構イメージ変わってくるんじゃないかなと思います。なんで本当にあの作り手だったりだとかオーナーさんのお好みで、まあ、同じエアロでも、まあ、塗り分けだったりでかなりもう自分だけの仕様にできるエアロじゃないかなと思います。であと例えばこの翼端板のこのテックアウトのロゴですね、この中に例えば色を入れたりしても面白いかもしれないですね。いやかっこいいです。はい、これね、あのボンドグループ自分で自分のところで取り扱いブランドだからこう自画自賛するわけじゃないですけど非常にかっこいいと思います。あとはやっぱりここまでやっちゃうといろいろ気になる部分が、はい、あのやらせなしで本当にお伝えしますんで、はい、あのやっぱりちょっとミラーのこういうとことかやっぱりちょっとこのプラスチックの素地のザラザラがあったりするとちょっと気になってきちゃったりとかしますね。まあただその辺に関しては本当にあのオーナーさんの好みでどこまでどういう風に仕上げるかっていうのが全部できるエアロなんで、もし塗りたいよっていうのがあればこの辺なんかもペイントしてもいいかもしれないですね。はい、まあグロスブラックだったり、もうボディ同色だったり、はい、そんなこともできそうです。で今ちょうど最後のパーツをつけてもらってます。あ、これで結構また印象変わるっすね。ダクトが大きく見えますね。でなおかつこれペタッと貼り付ける部品じゃないんですよね。取り止めですじゃなくてちゃんとここが浮くようになってるんですよね。はい、はい、まあ要はただ貼り付けてこう見た目をパッて変えるだけじゃなくてちゃんとこう貼り付けた後もこう隙間をあえて作って立体感が出るようになってね、なってるみたいです。で当然あの高速走行でも問題ないように全てあの糊止め両面テープじゃなくてしっかりと取り付けがされてます。あと僕個人的な意見なんですけどここまでやっちゃうとちょっとこの日本のナンバーがちょっと浮いて見えちゃうかなっていう。やっぱりまあ欧州じゃ全部そうなんですけど、まあ、欧州の横長のナンバー前提でデザインされてるんでちょっとこの辺うーんっていう感じに、まあ日本で乗る分にはどうにもならないんですけどやっぱりちょっとその辺が逆に目立っちゃうぐらいしっかりしたデザインだなっていうふうに感じました。いや本当にこれかっこいいですね。まあ現地というかドイツのデッカートの本社であのデモカーになってるシルバーとゴールドのものを見させてもらったんですけど同じ車とは思えないぐらい塗り分けで全然イメージが違う風になってますね。でこちらの99にもうほぼ完成に近づいてはいるんですけれども、もちろんですねコンプリートカーの証このエンブレムも、テックアウトに今後変更予定になります。あとはですね内装の一部もちょっと手を加える予定なんで、もう本当に今日ちなみに、仕事納めで周りは、大掃除しております。はい、本当に間に合うかどうかちょっと分かんないですけど、ちょっと内装の作業も少し残ってるみたいなんで、ちょっと仕上げて、であとはタイヤホイールですね今純正のものになってるんでこれがテックアウトの、ホイールになりますんで、まあ、その辺を交換して、完成っていう感じになります。いやめっちゃいいよこれ、かっこいい。やっぱりねちょっとこのザラザラをちゃんとペイントしたのかなり効いてるね。全然質感違うもん。なんか正直ちょっとなんかこう チープというかちょっとこう感じだったけど逆にもう目立っちゃうもんね塗ってないと。もう本当にこんな塗り分けでイメージが変わるエアロって多分ないと思いますね。あとここ運転しながら見えるからいいんですよ。あーなるほどね。確かに外装ってなかなか見えないけどここのミラーの付け根は、まあ、自分で運転してた時の視界にも入ってくるんでかなり印象が変わってくるっていう。まあでも同色でもいい気がする。あえて黒に塗らないでもね。あとは多分ボディカラーで多分全然違ってきちゃうと思うんですよ。はい、今回は紺色だったんで、まあ、濃いめのグロスブラックでかなりまとまってますけどこれが例えばボディカラーが白とかってなってくるとまた多分エアロのこの辺が真っ黒とかだとまたちょっと、まあ、違うというか違って見えちゃうと思うんですよね。だから本当にボディカラーとかもう自分の好みとか印象に合わせて本当に打ち合わせ次第でどんなことでもできるんで、はい、まあいろいろ作っていけるんじゃないかなと思います。いやーかっこいいこれ。あと車庫段ちょっともうちょっと車庫上げた方がいい気がするけど
まあ消化、まあ、とりあえずショーに出す状態としては、まあ、このぐらい車高が低い方がインパクトあっていいんじゃないでしょうか。はい、まあ、普通に乗るんだったらもうちょっと上げた方がいい気がするけど、そしてこんなに992を仕上げてる車多分ないと思うんですよ。はい、まあ、会場でもかなり目立つと思います。で、車今すごく汚れてるんですけど、これ本当に工場でつけた直後なんで、これからまあショーに向けて全部車クリーニングして磨きをして、もうピカピカの状態でオートサロン展示させていただきますので、ぜひ見てみてください。あと、じゃあこっちも触れておきます。はい、であとはですね、オートサロン出店他の車両もかなり仕上がってるみたいなんで見てみたいと思います。ちなみにこちらは前回エアロがついてない状態だったマクラーレン570です。はい、エアロが取り付けされております。これすごい迫力ですね、やっぱり570、10-16 インダストリーズのエアロなんですけども、やっぱりこの辺もかなり、であとは東京で内山店長曰くマクラーレン、やっぱり横がこうツルッとしちゃってるんで、そこを少しこうアクセントというかでエアロパーツつけて出してあげると車の全体のイメージがやっぱり変わってきますよね。ただしかし車高が高い、かっこ悪いもうちょっと車高ちょっと、まあショーまでは多分低くなると思います。これリフターで上がってんじゃないでしょ。リフターかな、もしかしたら作業中なんでリフターで上がってるだけかもしれないです。はい、もうちょっとパシッとなればすごくかっこいいと思います。であとリアもかなり仕上がってると思います。これちょっと上の見える部分はわずかになるんですけど、これ下まで全部カーボンなんですよね。でこのディフューザーのこのそのフィンも全部カーボンで、はい、で非常に質感もいいんで、もう一見見るとなんか限定車とか純正オプションかなっていう、そんな仕上がりですね。なんかこの辺のものすごく浮いてる感と、この辺のすごくこうデザインがなんかすごく合ってる気がしますね、やっぱり。だやっぱりここがこういう風になってたりするから、多分ベタってつけちゃってもおかしいし、多分このフィンが小さくても多分イメージは多分違ってますよ。だから本当にマクラーレンのデザインをなんか継承というか、いいところを生かしつつ社外の10-16 インダストリーズのラインになってますよね。これうまいですね、本当に。うまいって言うとなんか偉そうだけどいや本当に社外なのになんか純正の限定車って言われたら納得しちゃいそうな、でかつちょっと主張してるっていう、いやこの辺もかなりいいんじゃないでしょうか。だってボディカラー結構他の2台がこう黄色っていうか、イエローなんで、はい、また違った色で、また黒とかにしちゃうとカーボンパーツって違った見え方するんで、この辺のちょっと明るめの車にカーボンいいんじゃないでしょうか。はい、いやかっこいいなこれ。またちょっと車高とやっぱりタイヤホイールが完成間近の車ってやっぱりこう、あ、余計にそういう車高とかタイヤホイールとかやっぱり目立っちゃうんですよ。いやこれもかなりかっこよくなって、もちろんこれまだ磨きを入れてないんで、まあ、ショー前には磨いてビカビカの状態で、展示します。こちらもぜひチェックしてみてください。であとはですね、こちらです。はい、マンソリー外装フルコンプリートの63、これはもうちょっとかかりそうですね。はい、やらせダメ絶対 あのボンドチャンネルなんで、ちょっとちゃんと失敗ではない、手違いもちゃんと報告します。はい、今回ですね、マンソリーのバンパーこちらになるんですけど、見てくださいこれ、なんか車種を言わなかったら SUV のバンパーとは思えない、このめちゃくちゃアグレッシブなデザイン。でもこれ車につけるとめちゃくちゃかっこいいんですよね、本当に。これなんかあれ、ゲレンデ SUV のバンパーらしからぬバンパーなんですけど、これが車につくとめちゃくちゃかっこいい。でですね、ここに一応フィンがつくんですけど、それが、間違ってフォグ付きが来ちゃったっていう、まあ、フォグ付きとフォグなしがあったみたいなんですけど、間違ってフォグ付きが来ちゃったっていう、はい、ちょっとそんな現場の手違いも、はい、報告しました、はい、やらせダメ絶対のボンドチャンネルなんで、はい、本当にもうあと、もう大体今日は仕事納めで休み明け3日しかないのに、まあ、そんな本当にギリギリまで現場の、スタッフの方は頑張って作ってます。これ63純正バンパーですね。かなりだからもうここを塗ったりとかって結構多分ボンドの他の店舗でもやったりとかラッピングしたりとか、結構これがゲレンデの、まあ、アイデンティティとは言わないけど、その
SUV らしさをちょっと強調している部分であると思うんですけど、まあ、この辺塗ったりとかバンパー変えたりすることでかなりその辺イメージ変わってます、ね、車内に変態がいました。マジですか。なんか普通すぎて僕全然同じ車内なんて気がつかなかったんですけど、これゲレンデのナンバーベースつくように作ったよって普通にさっきさらっと言われたんですけど、これ純正のナンバーベースをこのマンソリーのバンパーに全部合うように全部形を合わせて作り直したそうです。でなおかつボディ同色に塗ってこう質感を、確かにそうだよね、これザラザラだとやっぱり安っぽく、いくらナンバーベースでもザラザラだと安っぽいんで、その辺も細かいところが手が加えられているようです。いやすごい、塗るとかっていうのはもちろんその僕ミニのメカニックだった時によくお願いしてたんで、珍しい光景ではなかったんですけど、ここの R も全部作ってるんですね。いや同じ車内なのにびっくりしちゃいました、はい、でこういうところも本当はショーで見ていただけると嬉しいです、はい、本当に現場の人たちが考えて細かいところまで質感を高めるためとか、はい、もう本当に細かいところまで作り込んでますんで、はい、これすごいね。これでもこれ12月のギリギリにやること？すごいぴったりだよ。だってまあ確かにここ、これだけ合わせてさ、ここバカって浮いてたらかっこ悪いよねこれ、うん、でもそんなの気づくのが何人いるのかっていう、はい、よくギリギリで作れますね。そうだね、そうだね、そうだね、そうだね。いや本当にもう本当に手を抜かないでギリギリまで本当に最高のものを描けるようにやってますんで、本当にこういうのはでも本当に紹介しといた方がいいよね。だってこういうところの積み重ねじゃん、本当にこういうところの積み重ねだと思うんで、本当に細かいところ見ていただいて、例えば会場でなんかあれこれどうなってるんですかとかっていうのがあれば、僕と捕まえてもらえれば全部僕説明できるとこは説明しますし、はい、分からなければ聞いてきますんで、はい、お気軽に会場でもお声掛けください。はい、というわけで今回も992の進捗をお伝えしました。次回は多分もう完成になるか、もしかしたらその完成して搬入の動画になっちゃうかちょっと分かんないですけど、もう一回ぐらい多分お伝えできると思いますんで、ぜひチェックしてください。ボンドチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。